はい、じゃあ買ってよかったもの。階段です。ほら、はんちゃんがやっぱり腰の負担が心配なので、はんちゃんダックスさんやから腰の負担が心配なので、うんうん、でも飛び乗っちゃうやん。だからこういう階段をつけました。なんかこれダックスの腰に優しい設計になってるらしくて、ちょっとなだらかで幅が少し他のよりも広めなので買いました。そもそもしおちゃんこれがないとソファーの上に行けないから、今はひんやりしたベッドでお休み中、ね、はい、このトイレも買ってよかったです。うん、あ、こっちね、リッチェルのなんとかってやつね。うん、肝臓がちっちゃいサイズだとトイレを成功できないので、前足かけてて後ろ足が出ちゃうから大きいサイズをまず買いました。でもこの大きいサイズがあのへこんじゃうので、たわんでね、これ。そう、染み込んだやつ足の裏について床がおしっこまみれに結局なっちゃってたんだよね。そう、それでこっちのなんとへこまない、浮いてる作りの、このメッシュが浮いてるんだよね、ちょっとね、すごいよね。うん、だから足がね、足が濡れない。そう、これね、画期的だよ ね。なかなか売ってなくて、うんうんうん、ネットで、ネット通販で購入、ね、これはかなり良かったよね。うん、令和にとって一番だってこれでおしっこした後もね、床全然濡れなくなったし、ないね。うん、ワンちゃん、ワンちゃんの大好きなよいしょ、はい、ワンちゃんクッション、はい、そんな名前じゃないけどこれは何だろう、トンネル型クッション。うん、ワンちゃんクッションです。これね、寒い時は中入れるし、潜り込んでね、必需品だよね、リピ確定。そう、旅行行く時も持っていく前、あの岡山の湯原温泉の旅館でもこれ、ね、持ってってたもんね、頭入ってそうそうそう、ね、実は師匠ちゃんもこれ大好きっていう、ね、そうそうそう、これは師匠銀着、通称師匠銀着。なんかこらこら、なんかやめてるな、なんでそんななんで、うん、あこうやって潜り込んで、そしてこのなんだっけ、ヤドカリ。あちょっと、師匠いでー、はい、これ師匠銀着、通称。でも師匠銀着の難点はこっちが口を開いてあげないと入れないこと。やっぱり好きだもんね、ヤドカリ。カインズか。あ、そうそう、カインズ。ケユカのなんだろうこれ。ペット用じゃないけど。なんて言ったっけ、パッキンになってて、キュッとこう密閉されるもん、そうそう、密閉されるおやつがしけら、うんうん、しけらない。これいいよね。そう、トイレ成功した時とかにパパッとご褒美をねあげる時に使ってます。手の届くところにこうやって置いとくっていうね。でももうハンちゃんこれ触ったら何かもらえるっていうヤドカリが動き出した隅抱えました、脱皮した、脱皮ポッポ携帯みたいな名前ソファーとかカーペットの、ま、抜け毛取り掃除用のものです。シシちゃんおもちゃじゃないよこれ、はいねえねえ、はい、あのほら師匠ちゃんの特等席がここになってるので、ね、ここが毛まみれなんだよね、いつも。もうコロコロじゃ追いつかなくなっちゃったので、これを買ってみたところ、これすごい、すごくいいね。もう掃除した後だからだいぶ少ないけど、コロコロよりも取れる。うん、全然取れるし楽ちん。そう、こうやって毛が集まります。これは楽天とか、これは、うん、楽天で探したかな。よいしょ、こんな感じで、はい、そしてもう一個同じおっぽ、これもおっぽシリーズ。これもおっぽで検索したら出てくるの？あ、出てくると思う。これもこうやって、じゃあ、これおもちゃじゃないよ。これもなんかこういう
擦ったら毛が集まってくる。なんかこういうさ細かいところに細かいところをこう擦って消しゴムみたいにね、そうそうそう、毛を集める、毛を集めて最後にここでバクッと毛をつまむっていう感じ。これはもうめちゃくちゃ買ってよかった。いやいや、マストバイ、マストバイ。あれ、マストバイ2個目おもちゃじゃないよ。はんちゃん、はんちゃん、これ違うんだな。